高橋教授、職業は自営業というか写真家と、あと表現者ですね。自分が思っているのはそういう職業です。益子は光がすごい綺麗な町です。他の世界中のいろんなところにで俺写真撮ってるんですけれども、益子の特徴は光の粒子というんでしょうか、粒みたいな細かいなと思います。その登り窯っていう窯がたくさんあったんですね。斜面にその、窯があって、それでそういうところの陶芸家の方のがそばに多かったので、陶芸家のアトリエとかで遊ばせてもらって大きくなったんですけれども、そこに画集や写真集、レコードなどがあって、遊びながらそういう芸術のことを教わったことが大きいですね。子供の時にすごく大きい思い出です。今ちょうど今朝上がったんだけど、来月からの展覧会で600人ほどポートレートを自分が育った町で撮ったんですね、去年から。偶然コロナで会えなくなったんですけど、この展覧会場ではみんながこう隣同士で町の人たちが会えるようなものになるんじゃないかなと思ってます。でこれ今回の展覧会は出てる人が主役です。写ってる人が主役の写真展っていうのをやってみたいなって前から思ってて、今回やっとできたんですけれども、極力自分がどういうふうに表現したいとか、どういうふうにみたいなことがない写真を俺は最近目指してて、作家性があまり見えないような写真になるといいなっていうふうに願ってるところあるんですけど、だんだん少しそんな感じがしてきたかなっていうふうに思ってますね。これは綺麗な顔してるよね、みんなね。座ってて大丈夫か。センフっていうカメラです。ハッセルブラッドの古いレンズが割と使いやすいんじゃないかっていう風な僕の周りの意見があって、これのすごいところはこのシャッターのこういう、今シャッターが動いた音なんだけど、ここにシャッターがついてる、後ろについてるのね。これがこうパチってこう、こっちからこっちへこうスライドしていくんだけど、それでシャッターがその動いてるんだけどね。あとこういう時も全部開かないで、ちょっと端っこの方にこう扉がついてるのね。そうするとこの部分がその白くなるというか、まあ白くなるんです、光が当たらないのでっていう。そうすると端っこの方が白い写真っていうのも出来上がって、すごくいいんですよね。花の撮影ずっとしてるんです、去年から。花で展覧会したいからって言われるようになってからちょっと意識的に撮ってるんですけど、かなりよれますか。よれたらこの中にこういう、難しいかな、ファインダーがの中にもいるんですけど、花は綺麗ですよね、すごくね、ファインダー越しのね、はい。なんか花が映りやすいみたいですね、俺撮ると。なんかそういうふうに言われました。